4月9日にアジア選手権、中国、忍法、が開幕。大会2日目が行われた4月10日は、各種目の本戦1回戦が実施され、日本代表選手も登場した。女子シングルス1回戦でグエン・トイリン、ベトナム、22対0で勝利した大堀祭のコメントを紹介する。試合を振り返って、五輪レースの最終戦なので、 しっかり準備はしてきたつもりです。相手も準備してきたと思うので、いろいろな警戒心を忘れずにできたことが、今日の勝因かなと思います。五輪レース最終戦の緊張がある中、落ち着いていた。レース最後の試合ですが、ここまで一年間を戦ってきて、大きく成長した感じています。どんな結果であれ、やりきった。 とと後悔ななく終わることをレースの一番大きな目標にししていました最後の大会を固くなって自分のプレーができないというのが一番やりたくなかったので今日の初戦は自分自身を落ち着かせてできていたかなと思います五輪出場の道がはっきり見えてきた長かったようであっという間のレースでした泣くことも笑うことも本当にたくさんあった 喜怒哀楽の激しい1年間でしたけど、最後はどんな結果であれ、笑って終われるようにと思ってやってきました奥原希選手が敗れたことで、五輪レースの日本勢2番手は確定。17位以下に落ちる可能性もなくなった。なんとなくは把握していますが、ポイントや条件などをはっきり見てしまうと、自分にプレッシャーをかけてしまうと思っていたので、まだ。 五輪出場権獲得の実感がありません。とりあえず今は、この大会、レースの最後をしっかり終わらせることを考えています。また、次はユーバー杯もあって試合が続くので、五輪のことは、この大会が終わってから考えたいと思います。大堀選手にとって、五輪はどんな舞台か、本当に夢の舞台、自分の中で、 まだまだ遠い存在だと今は思っています。一年を戦って大きく成長できたと話していた。昨年のアジア大会、銅メダルからプレーに自信を感じるようになったのでは、アジア大会は自分を変える大きなきっかけになった大会でした。あの時はシード選手を二人破ってメダルを獲得できたけど、 これは本当に実力なのかどうか半信半疑でした。その後に少しずつ、以前より充実した試合ができるようになったので、あれはたまたまではなかったと思えるようになりました。